私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。6時だよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。毎年冬の恒例企画、安野おっさん屋台あんぎゃ。今年のおっさん焼きはあったかお芋ハニー。県内各地で屋台を引いて歩きます。冬限定プロジェクト、安野おっさん屋台あんぎゃ。今日の屋台は余呉町。ポジションいい、大きい、はい、お疲れありがとう。いやもう早速盛り上げてもろたで、はい、よいしょ。一人あるとあるの偉い。ありがとうね、はい、お疲れ。よいしょ。あのどっち行くの？今日は安野さん、あのバックして、うん、右の方に。どうも、おらい、おらい、はいはいはい、おっさんバックします。おっさんバックします。よいしょ。ありがとうね、おおきに。おっさんよりコスプの海のやすてらよね。コステラ褒美のヤステラよね。せっかくこの北の大王まで来たしやな、はい、こうのんびりとやな、屋台引かしてもらいながらやな、はいはい、この今年の抱負でも語るよね。あー、今年はいいですね。あ、はい、1年の計は簡単にあり、はいはいはい、安野おっさんの計はバーコードになってる。あ、うん、どんなことがある？どんな、そうですね、1年抱負。わし冷ややこがええな。それ豆腐です。まあそんなことも交えてリラックスしながらやな。はい、ありがとうございます。桜のために言うてるやん。ありがとうございます。安野さん、何か今年の抱負はありますか？今年の抱負？はい、はい、ああ、はい、平坦な道を行く。あ、すごい、あの現実的な。もう守れへんかったけどな。いや、そのおっさん焼き、コステラ褒美のヤステラやで。こんにちは。あと、こんにちは。聞こえてた、わしの歌声が。聞こえてました。あ、ほんま。よかったよかった。いや、こんなに綺麗な。のんびり見ながら歩かしてもうたわ。一緒ぐらい？いや、一緒です。あ、そうなんや。あ、ええー、ね、近所にね。同じぐらい人おったらね。ほんまに唯一と。あ、よかったら一緒に撮らせてもらうで。うん。あ、なんかポーズしようか。撮りやすいポーズしようか。これバーコードのポーズ。バーコード。はい。はい、ちょっと待って、ね。うん、待っとく待っとく。あの冬乾燥しててスマホなかなかな、指で動かへんかったりするしな。はい、バーコード。はい、バーコード。指令が入った。もう屋台と一緒に撮ってほしい。屋台と一緒に、よいしょ。ほな、屋台に入って引くとこ行こうか。うん、あのポジションイン言ってくれたら入るけど。ポジション、どうぞ。
どうなん、まあいいか、頑張って弾いてる感じのポーズするから今、よいしょ、うん、やらせって言わんといてな。おっさん屋台、冬屋台引いてたら安野さん安野さん言うてみんな声かけてくれらるんよ。人の情けはほんまにぬくといな。屋台の灯火来たこれに見つけたら食べてみて出会い味。いやーそのーおっさん焼き、こんにちは。ああこの辺、あほんまにいるって聞いたんで、あそう来てくれたんや、あー嬉しいな、ありがとう。バーコード触ってて、バーコード頭良かったらバーコード触ってみてください。いや今年は来たかったよ、ヨゴに。あほんまに、もう雪降る前に来なあかんって言われたから。今日は雪がね、今今年は少ないから。そうやね、なんかでも明後日ぐらい降るいう話やから慌ててきたんや。うっさんやきかんで、どうもありがとうね。一緒にされますか、5個。どうもありがとうな、横子だけに5個ありがとう。あ、お父さんありがとう、笑ってくれて、後で笑い出さんで済もう。タクタクロ、あの仕事終わりのチャイム鳴ってるで。いや、違います、これただの4時のチャイムです。あ、そうだ、はい、まだそうやと思ったわ。こんにちは、この辺の方。あ、今日は何、今津です。今津からぐるっと回って、もしかしてワカサギ釣り。そうです。あ、どうやった。結構釣れた。あ、ほんまに。今晩の晩ご飯当てようか、天ぷらやろ。正解です。あ、正解。よかったな。あ、こんにちは。なんかちびっこがたくさんやな。こんにちは。何してた？今日までの冬休みを堪能してた？食材はバッチリ？バッチリや。あ、ほんま。さつまいもの蜂蜜が際立つ感じ。おいしい。イエス。ポジションイン。おおきに。元気な。よいしょ。こんなん行ってくるな、ありがたねー。よいしょー、ありがとう。あった。うん、こんにちは。いやー、何してあんの？セリ。セリ。明日、七草。あ、七草がいるの。中でセリで、あ、はあはあはあ。七草って何やったっけ？あと、なんだよ、カブラの葉っぱやな。ああ、その中のセリ。セリか。ああ、そうかいな、精出ますな。お精出ます。うん。それ打ってセリにかけたりせへんわな。ダメだ、明日。そうやな。ダジャレやってんで、行ってきまーす。ちゅうことで、今年1回目の屋台ヤンギャ、無事終わったね。はい、無事終わりました。はい、横の人らみんな出てきてくれらって、はい、あった子に迎えてくれたな。はい、そうです、皆さん。ああ、はい、よかったよかった。今年はでもあったかいとはいえ、ちょっとこっくらなってきた、肌寒いな。そうですね、ちょっとずつ寒くなってきてます、ね。
これからちょっと屋台行きゃ雪の上を行くこともありそうやし、それなりの装備を考えなあかんね。はい、わかりました。まずわし、あの雪んこブーツ買ってくれ。雪んこブーツ、うん、あ、ちょっと可愛らしいやん。あ、確かに、うん、それからあの、はい、サンド傘かぶって。あー、いいですね、うん、冬装備で。あと、もうこれあのタイヤも前パンクしとったけども、はいはい、ソリに変えて、ソリに変えて、うん、はい、はい、いっぺん行ったらどうやろうかな。はい、すごいスーッて行きそうです、うん、はいな。ということで、はい、これからまたつくしが出るぐらいまで屋台で歩こう。はい、あ、嫌な。いやいやいや、そんなことないですよ。何、もう春のことまで考えてやる。考えてるから一歩先行こうとかやで。まだ1月なんですけど、うん、そんなん言うてる間に春終わったらまた琵琶湖一周やで。そうですね、言うてる間に。はい、もうやってくるさかいな。はい、うん、ということで今年も頑張るさかい、はい、みんなの町にも屋台引いていくで。ほなね。カステラ風味のやすてらやね、冬しかわしやといにこへんね、寒いしあったかいもん届けんね。あったかい言うてもわし上手に焼かれへんから、ちょっとあんなことはもう運ぶだけやねんけどな。それでもよかったらこうてって、行く道は北風も風、カステラ風味のやすてらやで。住まいを売る、貸す、どう生かす、ご相談ください。いいねを一緒に探しましょう。ピアライフです。それでは、そいつはまずいよ、自堕落体操高羅町編、いってみよう。くっちゃにするんでしょう、どうせまた飲みすぎてえずくんでしょう。運動はスポーツ中継見てるだけ、そいつはまずいよ、自堕落生活習慣病。体がパンクする前に運動で予防しよう。塩辛いものが好き、そのくせ甘いのもいける口、ウォーキングするって靴を買っただけ。食べ過ぎまずいよ、自堕落体操、やだやだ生活習慣病。今日のエンディングはこちら。へいそやったん、へいへいそやったん、へいそやったん、びっくりやわへい。長浜のちりめんは食べ物ではありません。高島クレープも食べ物ではありません。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。